皆さん、こんにちは。リ久です。これまで週末をメインに配信をお届けしていたんですけれども、新しく平日にも配信を始めようかなと思いまして、でコロナウイルスに関しての情報をこれまで何度かお送りしてきたんですけれども、週が空いてしまったりとかで、なかなか定期的にお届けできなかったということもありまして、平日はコロナウイルスの最新情報を なるべく毎週お届けしていけたらなと思います。よろしくお願いいたしますで。内容なんですけれども、日本と世界のコロナウイルスの最新状況について、簡単に2、3分でまとめてお届けできたらなと思います。これをご覧いただければ、世界や日本のコロナウイルスの状況がどうなっているのかわかるような内容にしていけたらなと思っています。よろしくお願いいたします。 で今回はまず世界の状況はどうなっているのかということをお届けしたいと思います。でまず今どこがコロナウイルス最も感染が広がっているのかということなんですがこちらは1週間あたりの新規の感染者数世界でどこの国が多いのかっていうのを表したランキングでしてワースト10。 をままとめていますで今一番感染が広がっているのがここにあるようにインドでしてアメリカはもう2位になっていまして今一番多いのがインドで1週間あたりこのご覧のように50万人を超えるような感染者の方が生まれていますでアメリカとブラジルの2倍ぐらいの数字にもなってしまっていて今インドが一番コロナが広がっている国になっています。 で4位以下はこんな感じで、コロンビア、アルゼンチン、スペイン、ペルー、フランス、メキシコ、ロシアというように、今、まあ、インドを抜かすと、結構南米で、まあ、中南米ですね。 感染が広が広っっててしまっているような状況ですでヨーロッパ落ち着いてきてるって皆さん思ってるかと思うんですけれどもここにあるようにスペインとかフランスもランクインしてますように、まあ、第2波というかもともとすごい多いところから改善してきていてとは言っても、まあ、すごい多いのが多いに変わったぐらいなんですねであと第2波の傾向も見られていてそういうこともあってヨーロッパの国での感染がちょっとずつ今増えているというような状況です。で日本はちなみににここに書いてますけど 35位で、まあ、1週間当たり5,000人ぐらい落ち着いてきていますけれどもそんなに低いランクではないんですよね。 ななんで、まあ、真んでで真中よより結構上にいるような感じですで1位のインドなんですけれどもこんな感じで、まあ、今週の感染者数が世界ワースト1位の51万人になっていますしで直近のニュースですと1日あたりの死者数がもう1,000人を超えているような状況で結構アメリカの一番ひどい時のような感じに今なってしまっています以前大統領されていた方もコロナで亡くなっていたりしてで同じく GDP も前年同期比でこんだけ下がっている。まあ 日本も同じぐらい下がっていますけれども結構今インドはコロナの影響を大きく受けている国になっていますでこちらのランキングはインドアメリカブラジルっていうようにもともと人口が多い国がランクインしちゃってるんですねなので今度は人口あたり多い国はどこかっていうことをランキングまとめたのがこちらです こちらが人口当たりどのぐらいの方が新規にコロナを患っているかというもののランキングでしてこの場合1位がカタール2位がペルー3位がイスラエルと人口が比較的少ない国もランクインしてきていますで日本はちなみに99位実数でいうと35位だったんですけれども人口当たりに直すと99位ということで日本はまあ人口比較的多い国なので人口当たりに直すと真ん中より下のランクになってそれほどだからコロナはひどくない落ち着いている国の中に含まれています でカタールなんですけれども、これ、あのこんな感じで、第2波がちょっと前に来ていて、今、ちょうどピークアウトしたような状況です。で、今、いたい1週間あたりで1 0 0 0人ぐらいの感染者が新規に誕生しているんですけれども。 本当にピークの時は、1日2000人ぐらいの方が新規に感染しているような状況だったので、それに比べれば今、落ち着いてきていると、でそれに伴って、いろいろな制限、集会の制限とか、公共交通機関が止まったりとか、スーパーマーケットとか、市場が閉鎖されたりとか、いろいろな制限、まあ、日本よりも何倍も厳しい制限が行われていたんですけれども、今はちょうどその制限が徐々に解除されていってるようなフェーズになっています。 でこれまで国境が閉鎖されていて、外国の方は入国できなかったんですけれども、滞在許可証をすでに持っている方に関しては、8月1日から再入国ができるようになっていると。 いうような状況ですでこれまであのワースト10それぞれ紹介してきたんですけれども今一番状況が良い国がどこかっていうのを次にご紹介しますそれがこちらですでこれは新規の感染者数のベスト10ですね人口あたりで一番感染者が少ない国はどこかっていうのをランキングです今1位が台湾ででこれあの全ての国入れちゃうとすごい人口が少ない国とかがベスト10に入ってきてしまうのでその国に日本人が1000人以上を 滞留していた国を対象にしていますまあ、日本と交流がある国の中で感染者が少ない国はどこかっていうのを表していますで1位が台湾、2位が中国、3位がカンボジアでタイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマーと上位がほとんどアジアの国ですね でまあ、ニュースにも何度か登場している感染を抑えたということで有名になったニュージーランドもランクインしていますで9位のパキスタン、エジプトに関してはちょっと微妙なところ、ね、これは本当に感染が少ないのかもしくはそもそも検査をしていないという可能性もある国だと思いますのでちょっと怪しいかなと思いますでちなみに日本は人口10万人当たり4.1人ということで、まあ、台湾はそれに比べて1000倍状況が良いというような感じですね。で 前回の動画でもお話したと思うんですけれどもアジアの国は比較的感染者が少ないことになっていまして、まあ、それもその前回の動画では、まあ、裕福な国ほど感染が広がりやすいということをご紹介したと思います。で ここにあるような例えば3位4位5位6位7位の国というのは1人当たりの GDP もそれほど高くないですのでそれもあってランクインしているという見方もできるかなと思います10位のエジプトで10万人当たり1.6人ぐらいですので日本もだいたいこの 現状の感染者の3分の1ぐらいまで落ち着けばまあ、現状のトップ10には入ってくるかなとまあ、もちろん日本がそのぐらい感染者が減った頃には世界の国も落ち着いてきている可能性がありますので10位のボーダーラインというのはどんどん 数としてては小さくなっていきますので、まあ、日本がトップ10に入れるのがいつ頃かっていうのは分からないですけれども、まあ、日本は今感染が落ち着いてきているところなのでもうちょっとすれば比較的安全な国に入ってくるのかなと思いますこんな感じで今回は世界の状況でしたけれども国内の状況については都道府県別にこんな感じでお届けしていけたらなと思います今回はこの辺で失礼いたしますありがとうございました